ばんは、サッチーやっほー。こんばんは。安部さん、ありがとうございます。サッチコー、やっほー、こんばんは。サッチー、こんばんは。こんばんは。声はね、大丈夫なんですよ。大丈夫です。鼻水収まりましたか？収まりません。皆さん助けてください。嘘、でもね、昨日鼻水を治したくて早く寝たんですよ。そう、小学生ぐらい。そしたら昨日よりは全然収まりました、鼻水。でもじゃない、そう、収まりました。だから大丈夫だよ。昨日までっていうか、なんかね、土曜日まではね、一個もね、鼻水なんて出なかったの。それは嘘だ。ごめん、それは嘘だった。それは嘘だけど、いや、出てたわ、鼻水。けど、ひどくなったのは土曜日からで、でもこの2日で免疫力を爆上げして、でここまで治ったってことはすごい誇りに思ってる、自分の免疫を。そう、でも大丈夫です、復活。こんばんは、さち、風邪をたち、ありがとう。でもなんかそうだよ、秋の花粉、自分は秋の花粉みたいな。自分も何なんだろう。でもなんか本当に結構土曜日やばくて、で土曜じゃない、日曜かな、もちろん忘れちゃったけど、なんかやばくて調べたんですよ。そしたら秋の花粉かもしれないっていうのも出てきました。か、あとなんか夏に大量発生したダニが死んじゃって、それの死骸がいっぱいいるらしくて、秋は。そう、それがなんかハウスダストみたいになって、なんかアレルギー性鼻炎っていう可能性もあるらしい。でも季節の変わり目だから秋風邪っていうのもあるらしい。わかりません。でもまあ治ったのでオールオッチェです。こんばんは、サチ、初見さん、ありがとう。そして今日は、昨日長袖デビュー、今日も長袖でお出かけしましたよ。もうだいぶ寒いですよね。治ってよかった。うん、本当にそうだよね。そう、こんにちは、しけんさん、ありがとうございます。すっかり寒くなった。本当にそうだってさ、寝るときさ、もう毛布と布団かぶってる、さっち。ぬくぬくです。ぬくぬくで寝てます。でも確かに、なんか最近暑いから、あ、最近じゃない。前まで暑かったから、なんか10月にはもうぬくぬくの布団で寝てるっていうことを忘れてた。そういえば小学生の頃、私は早くぬくぬくのベッドで寝たくて、10月を待ち遠しく思ってた気がする。だからこれが普通のあれなのかな、わからないけど。一気に寒くなったよね、本当に一気にね。ちょっと前まで本当にそう、扇風機回した。今日は熱々で、今日暑かった、寒いよ、寒かった。今日は栗ご飯で秋感じて、
いいな。あ、なんかちょうどテレビでこの前なんか栗をそのままなんか炊くと爆発するっていうのを見たので、皆さん栗を炊くときはちゃんと包丁で切れ目を入れてから炊いてくださいね。爆発するっていうのを見て、そう、有益な情報を得ましたよ。初めて知った、そっちは。そう、あと新しいさつまいもゲットしました。栗をそのまま聞けねえ、ねえっていうか、そう、最近知ってびっくりしたの。メモメモしてくださいさつまいも大丈夫だよね。さつまいも、新しいさつまいもゲットしたんですけど、今シーズン栗ゲット、いいな。こんばんは。爆発しちゃう、炊くって茹でる。あれ、栗ってあれ茹でてるのあれって茹でとるか。こんにちは、こんにちは。そう、気をつけてください。そっちはあんまりね、栗を調理することはないんですけど。さつまいもの品種、何なんだろう。あんまり気にしてないあ、さつまいもだって言って買います。そう、お披露目から半年経ちました。半年、待って待って、5月だから半年か。え、お披露目は4月か。おめでとうございます。嬉しい。そうだね、早いな、時早いものだ。今日買ったお洋服、今日買ったお洋服はまだ秘密あ、そうだね、4月9日だった。ちょっともう、あの頃はいろいろ毎日に緊張しすぎて、4月9日ってことは忘れてた4月の最初っていうのは覚えてたけど、そう、あの頃もなんかね、緊張してなんか日にち感覚とかもあんまりなかった。お洋服はお披露目会で披露か。そうですね、そう、もうコーデ。あ、でも21の服は違います。ブルーのやつじゃないです。花セレブ買った。花セレブは買ってないけど、なんか柔らかいティッシュは買いましたね、鼻荒れちゃうからね。そうですよね。でもパフはどうどうしてたよ、本当にパフォーマンスで思い出したけどまだその出航だったじゃないですか。まだ出航の頃は、あ、面白くないかも、みんなにとって面白くないかも、ごめんね。でも自分は大爆笑しちゃって、なんかその出航を踊ったんですけど、出航のレッスンの頃はまだ3期は全然仲良くなくてまあそりゃそうだよね、まだ会って3日とか4日とかだったから、そう、出航のレッスンは。でまあダンス好きだから別にもうダンスを楽しんで踊ってたんですよ。こうやって踊ってら、なんか面白くないですよ、でも私はめっちゃ面白いと思ってで、なんか僕らは水チェッチェッチェ、僕らは水フチェッチェっていう振りがあって、お尻をプリプリするんですよね。だからお尻をプリプリする振りがあるんですよ。で、そこの私はダンスが好きだから、そこのプリプリさえも全力でやってたんですね。それを見たゆうなちゃんが、最初やっぱ名前を覚えるとかあるじゃないですか、初めましてだから、さっちゃんお尻プリプリの人って覚えてたらしいですめっちゃ笑っちゃった、初めて聞いた時。最近言われた、でも、しかも
なんでこの話になったんっけな。全力ブリブリ。そう。サッチーはめっちゃ笑っちゃったの。そう。めっちゃ面白い、好きだったこの話。僕らも水平ブリブリってやるんですよ、お尻を。お尻ブリブリの人って覚えられてたみたいです。今度注目しとくって。ねえ、でもまた出向。よかった。どうみんな、面白い？サッチはこの話好きなの。ゆうなちゃんがしてくれた。めっちゃお尻プリプリしてたねって言われました。最近言われた、でも。なるほど、そう。そう。最近言われました。なんでこの話になったんだろう。なんかで。うん、お尻プリプリ。めっちゃ面白い。ありがとう。面白い。よかった。よかった。話し合いがあるわ。そう。そう、ぜひ。ちょっと、恥ずかしくて、控えめプリプリになるかもしれんけど。そう。そう、なぜか最近呼ばれたの。最近呼ばれた。なんでその話だったっけ。でもなんかレッスン中に言われた。そう。あ、面白かった。あ、よかった。ありがとう。僕対おしりペーペー。おしりペーペーのフリー。ちょっとパッとは思いつかないけど。そう。そう、スイフダンところ。僕らはスイフタンタンのとこかな。らしいです。まあね、覚えてくれて嬉しいよねっていうね。そう、お話し会でお願いします。やだ。そう、プリプリしてたみたいです。ゆうなちゃん大好きだよ。今週の中で一番面白い。え、よかった。みんな元気出た。それはよかったです。ゆなちゃんの方にもぜひ、あなた面白いねと一言言ってあげてください。面白いですね、彼女は。お知り合い、あら、お上手で、あれ合ってるよね。お上手ですね。そうなんですよ。そう、あ、よかった、元気。寒かったけどあったか、よかった。これからね、1週間が始まりますから、ぜひ頑張りましょうね。懐かしいね。出向と会いたかった聞くとちょっとね、思い出しちゃうよね。まだ3半年しか経ってないのに、そう思い出しちゃう。こんばんは、垂れ目です。そうですね、ありがとうございます。そう、あ、今週はイモステリーも、そうです、予告が流れて、なんとね、3期研究生が初めてイモステレビに出演ということで、ハッピー。そう、楽しかったですね。なんか、そう、楽しかった、とっても。だから、そう、卓球の大会のやつなんですけど、予告ご覧になりました？飛び跳ねてたんですね、サッチ。何があったんでしょうか。そう、ということで、ぜひチェックしてみてください。そう、ぜひ、そう、今週なので、ぜひチェックしてくださったら嬉しいです。あ、ありがとう。必ず見るよ。こんばんは、さき。やっほー。そう、こんばんは。こんばんは。ブリブリチェック。イモーシにも、イモースにも、あるかな、プリプリポイントは。いやん。そう。果たして、サッチーは、卓球が、うまいのか、下手なのか、
結果見たらね一瞬で分かっちゃうんですね。そう、こんにちは、こんにちは。運動神経良さそう。いや運動神経ね、そうね、よく言われるんだけど、どうだろう。もしもこれが、これを私の運動神経を知ってる子が見たら今鼻で笑われた。今鼻で笑われたと思う。そう、足速いと思ってた。足はね、でも全盛期はね小6なんですよ。でもそれは早かった。あ、そう、早くはない。リレー選手なかったもん別に。え、でも幼稚園の時リレー選手やったわ。これは衝撃の事実。小学生じゃなくて幼稚園の頃リレー選手、衝撃の事実でしょ。そう、サッチ短距離派長距離。いやーこれはねサッチにしちゃダメ、この質問は。もうね本当にどっちもダメなの。うん、え、でも長距離はでももう一回ちょっと測ったら速くなってる気がするの、ダンスで肺活量鍛えられたかなって思って。そう、そうなんですよ。そう、長距離でも授業で走らされるんですよね。本当に嫌だったよね長距離の授業だけはね、本当にね、もう休んでやろうかって思ったけどね、頑張って出ましたよ全部。うーすごいすごい。でも水泳を習って、あ、水泳習ってて中高水泳部だった子がいるんですよ。でなんかやっぱ水泳してるから長距離速いのって聞いたら、でも別にそうでもないって言ってたんですよ。だから別にサッチも今肺活量増えたとしてもやっぱなんか生まれつきの何かがあるのかなと思う。まあ、やってないからね何とも言えないんだけど。そう、まあそうなんですよ。あーその話したわ。水中は強いけど陸が弱いねんっていう話したかも。確かに確かに。で水泳はなんか水泳もねなんかね強いイメージだけどね、肺活量が苦手だもん。走る努力は別だ。やっぱそうなのか。やっぱ走るは走るのせっぽって。こんばんは、こんばんは、サッチーやっほー。今週もステビタシです、ね、今日はスポーツの日というか自転車乗りました。うー素敵。私自転車好きなんですよ。山口県は本当に道が綺麗。あーでも広島は綺麗だな。でも山口県はなんか本当に道が綺麗でサイクリングめっちゃ楽しいですよ。そうよくしてましたよ。めっちゃ楽しい、大好きサイクリング。長袖着てるやん。そう、もう昨日から長袖デビューです。もう寒いからね最近。わかる、
自転車乗れるかって乗れるよ。しかも中学生じゃなくて幼稚園からバックマスターしました。安倍さん、そうめっちゃいいですよ。そうイモステレビの活躍、イモステレビ、そう来週出るのでぜひぜひぜひ。さっきで自転車乗れない子いるのかな、え、わかんない、全然話したことないけど、どうなんだろうね。でも乗らなかったらどうなんだろうね、わかんない、ちょっと今度アンケート取ってみる。こんばんは、しけいさん、ありがとうございます。いちごさんチャリのレイカって、いちごどうなんだろうね。え、でも乗れるんじゃない、わかんない。最近のが乗れない行為、そうだな、なんでだろう、何の影響かな、昔と違うこと、トリコ、なんでだ、そうなんですね。ダンス番組楽しい、ダンス番組、そう、この前サッチーもね、カイココアさんとサコヒメカさんとね収録してきましたので、そう初回、ちょっと待って、そうましたので、そう、それも楽しみ、ちょっと鼻詰まりやばくない。それをね、楽しみにしておいてくださって嬉しいです。もうめっちゃ楽しかったですよ。そう。だから、楽しかったです。初見です。初見さん、ありがとうございます。めっちゃ楽しかったです。風会。鼻詰まりがしますね。でもこんにちは。くしゃみが先か流動が先、なんかくしゃみはあんまり出ないです。鼻詰まりって感じがしますね。ですよ。サッチヤッホー。そうな、こう氷食べ過ぎましたか。氷はね食べてないよ。そう、ココアさんもサッチーと言ってた、サッチーとずっと言って、えっ嬉しそうだった、え待って待って、嬉しそうだったよ、えそうなんですか、嬉しい、え、そうなんですか、おっしゃってたんですか、もしかして、ちょっと期待しちゃおう。サッチも楽しかった、バスが通りで、まあ、あ、全員は並んでたんですけど、そうお話ししました、たくさん嬉しかった、お披露目からのファンです。公演は東京から見に行きます。サギちゃんです。ありがとう。僕隊公演かな。嬉しいですね。ありがとうございます。こんばんは。そう。そう。ちょっとくしゃみですわ。かすみが一時サッチやばい。
やそれは語弊だよマジで。いやでも合ってるけど、いや食べてる、えでもめっちゃ言われる、サッチは会うたんびに氷食べてる。なんでその話になったの、面白、まあ食べてはいますけどね。食べてはいますよ、ボリ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 と。氷持ち、それは嘘、それは違う、氷は持ち歩い、でも最近は食べない、夏は暑いからちょっとでもねこう冷やした体でいたいわけよ、だからそう口で入れて外に出て食べながらで、ね、歩いてる。冬はさすがにね食べないよあんまり、あの冷たい飲み物を飲んで氷入れて、その時に口に入ったのは食べるって感じ。冬はそんな食べないです。やほやほカスミンだよみたい、やほ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 カスミンだよ、こんばんは、鼻声だ、やっぱ鼻声だよね今日、でも大丈夫です。なんとか。カスミそうなの。なんかカスミなんかヤホヤホって言ってるイメージ。ヤホヤホカスミです。ちょっと鼻声だね。鼻声か。垂れなきゃ大丈夫はやめてください。垂れませんよ。鼻水は出ませんからね。これ鼻水ではないですね。ちょっとでも混乱させちゃうから今の話はなしで。かすこ自分って言うの、え、でも自分も自分って言います。あとさっち話違うよ、なんかいや盛るのあれが違うの、なんかこの前ね、違う、なんかなんていうの、そういうモルじゃなくて、なんかめっちゃ人おったんやけどとかはよく言っちゃう、あ、ごめん、めっちゃ持ったわとか、よく、そういうのはよくあるけど、そんな、なんていうの、いい例えないな、なんていうの、なんかすごい盛り方はしないけど、めっちゃ人おったよ、え、でもなんて言うんだろう、すぐね修正する、そうそうそう、よくお分かりで、そうすぐ修正するの、だからそう結果的に話した内容は持ってないからみんな大丈夫だよ、そう、あ、めっちゃなんとかだったんですよね、あ、めっちゃ嘘ですみたいなはよくやる、これは本当によくですです、そうなんですね、あ、そう、めっちゃつけがちはね本当にあるかも、正直そうだよね、そう結果的にはあのノーマルの話、なんていうの、ノーマル、うん、本当に言いたかった量で言ってるから大丈夫、込みに知らんけどつけない、じゃあそうしよう、めっちゃなんとかだったんですよ、まあ知らんけどいいじゃん、知らんけど、タタラタラララタタラタタタタタタタラタラタラタタ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 タ
ルデ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 ルサッチヤッホー知らんけど便利よね。確かにちょっと責任をなくすよね。なんていうの、ありがとうサッチー、こんにちは。サッチー、こんにちは。歌はね、ちょっと鼻声でうまく歌えないので、今日はお預けです。え、歌声いいもの、ありがとう。さっちゃん、こんばんは。ザッキーちゃん、ゆうなと。お、そうなの、ザッキーちゃん。ゆうなんと七並べ対決、イエーイ。そう、幸の歌声好きで、ありがとう。喉はね、全然痛くない。そう、こんばんは、こんばんは、幸やほー、こんにちは、こんにちは、ありがとう。てらってって幕張メッセまで、ね、えー、もう全然明日にでも直します。でも割と出たらすぐ治るタイプって思った。先日サッチーのマリーゴールドうますぎる、めちゃくちゃ嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。お、チェキ会も来週か、本当だね、もうすぐの、嬉しい、本当に。どう、なんかどう、どんな感じなのか全く分からんけど楽しみですわ。待ってよ、18か、すぐだね、ジェダだった。フレームアウトしたらハート、あ、あれ、あ、ミュートはでもう書くですわ。さっき初めてのチェキ会、そうですね、初めてのチェキ会。サッチ、あ、さ、ちょっとなんだ、ニックネームサッチって呼んじゃった今。ニックネーム、そう、ニックネームはなんだったっけ、なんか本名だと本名で読んじゃいますよっていうあれになっちゃうから、ちゃんとなんていうの、ニックネームで、あだ名っていうので、登録がよきよきです。もう遅い言うの、遅かったらごめん、ちょっと今めっちゃ険しい顔しちゃった。てってれってってって、そうですよ。もう遅い、大変失礼いたしました。そちらは言うの忘れてたよ。まあまあ、ニックネーム分かりました、ありがとうございます。チラッチャ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 チラッチャッチャチラッチャッチャチラッチャッチャチャ、ファンの名前はぜひ大声で、もちろんですとも、もちろんですとも。知らんですとも、サッチ賢いってのは知らなかった。サッチ、サッチはね、賢くないよ。そう、誰やねんとか今それは大変だ。ああ、そういうこと、なるほどね。じゃあ大きな声で、ちょえ、修羅場になっちゃうの？え、
私だけじゃないのってこと？死ぬ場合になっちゃうの？それは避けたいね。こんばんは。こんばんは。それは避けたいね。修羅場は避けたいね。え、そんなに分かりやすくなるの？もしかしてそうなの？そんなにザワザワなっちゃうの？あ、イモステレビの、あ、めっちゃ話したんだけど、イモステレビの CM ぜひ見てほしいです。最後のね、サッチの顔がね、家族大絶賛。実はサッチもお気に入り。そう、今自分の顔を見て思いました。でも大きな声で言わんとかぶっちゃうかな。確かに。あれ可愛かった、嬉しい。そう、あれ顔好きです。え？みたいなね。ひひひ、ぜひ見てください。もちろん見たよ、嬉しい。それは必見です。スクショをぜひ推奨いたします。可愛いとこでお願いします。こんばんは、サッチー。サッチーだけに、うん、ありがとう。こんばんは、こんばんは。同じ枠で4人の日が入った。同じ枠で4人の日？あ、これは修羅場だ。そうそう、わかんないけどね、言ってみた。サッチ起きてますか？起きてますよ。昨日は寝てましたね。もうすやすやとお布団の中で寝てましたよ。今日は起きてますよ。そう、こんばんは、しけんさん。そうなの？え、チェキの文字は自由だな、面白いね。なんて書こうかな、なんて書こうかな。今度サッチャの七夜で対戦したいの。え、サッチはね、よくね、9時からね、10時の間、夜のによくやってるよ。当たるといいね。当たるといいな、サッチーも。そうです、よくやってます。で、もう愛のメッセージ、強めの圧。なるほどね、なるほどね。何書いてもオッチー。そうなんだ、楽しそう。そうです。そうなんです。当たりたいですね。サーキセットまだ当たれてない。一回、一位後じゃなくて、ユイナとカナオと私3人で一気にやった時があったんですよ。せーので。せーので押して、で、3期3人とファンの方1人みたいな、いう状況ね。あったんですよ。それだけです。でも自分がファンだったら嬉しいなっていう感じ。そう、びっくりしただろうね。えっ、ってなるよね。じゃあ57分になったら断食もさせていただきます。そうです、みんなで
みんなでシュタンプ押しまくりそう2人は、あ、そうなんだ、2人は結構多いんだね。そう、3人ってすごいよね。今来たとこなのに。そうです、あと7分で終わりりりり。9時から10時ですか、狙ってやってみようって。ぜひぜひぜひ。で、まあそれが多いんだけど、多いけど、でもそれ以外の時間もやってるので、でも9時から21時か21時から22時が多いよっていう話らしい。らしいわ。そうですよ。やってるよ天才。あ、当たったらね、ほんと忖度お願いしますみんなね、賢いんですよ。あれはどうしたら勝てるんだろう。あ、今はペットボトルが近くにあったので、そしてマッキーも近くにあったので、ペットボトルに追いかけしてます。ちょっとさ、鼻が詰まっちゃってるからさ、くじ呼吸になってるかもしれない。閉じよ。でもそれだと本当に息ができないんです。いや、本当忖度お願いします。え、でも一回やってみたんですよ。その止めてわざと持っているのにパスしてやるやつ。でも何個も来ましただからね、本当に難しいよね、1並べは。だから今はもう素直にあったら出すっていう、もう素直な子の七並びしてます。そう、書いてるのにして、え、何もね、面白くないよ。普通の女の子、サチこういう絵好きなのよね、描くの。ほら、かわちいでしょ。誰、あ、そうそう、ちょっと待って、ちょっとこだわりがあんねん。ちょっとなんかあれだったわちょっと変、ちょっと触覚の位置がおかしいよねっていう。誰、いや本当にその通り、誰いや誰でもない、これは誰でもない誰か。そう、クマヘアの誰かです。そう、誰か、そう、可愛い女の子です。いや誰、あ、ジブリっぽい、確かに確かに。ちょっと誰、誰これ画伯です、ありがとうございます。これ名前つけてって感じ。新しい女の子、こんばんは、シュケイさん、ありがとうありがとうございます。チャラチャチャラチャチャ、そう、サッチのほのぼ、あ、でもね、ほのぼのした絵だねって一回言われたことあるかも。ふたち全部チーやん、ふたちです
あ、そういうこと、お名前ふたち、え、めっちゃいいじゃん。ごめんね、なんか一回なんでも血つけるやんとか言っちゃって。ふたちいいじゃん、ありがとう。うわ、え、チェキにイラストもいいの？さっちゆるゆるイラスト好きだから。え、ちょっとこれ見たい。なんかね、見たいじゃない、見せたいな。ちょっと、あ、やっぱチェキのお楽しみにしまして、いいですか。めっちゃね、動物をゆるく描くのにハマってて、てかハマってたんですよ。それでまだ続けてます。それをね、出しますね、チェキで。なんか、なんて言うんだろう、ゆるいし、ちょっと変みたいな、なんか変じゃないみたいな動物描くのにハマってるんですよ。じゃあこれをチェキ限定にしよう。なんか顔長いなみたいな、とかウサギとかだったらなんか顔長いなみたいな感じ、なんかそういうゆるいのにハマってます。なんか足短くないみたいなとかね、あるんですよ。そう、あ、こっちのオフだった。ぜひね、チェキ楽しみにしておいてください。チェキもしも撮ったよって方がいたら、サッチーのオリジナルゆる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 動物シスタじゃないか。ちょっと今から練習しとこ、レパートリー増やしとかなきゃ。まだちょっとね、レパートリーが少ないので。ということでね、21時57分とガチャをさせていただきます。13位カメさん、12位セイクンさん、11位ポッチーさん、10位ユキオさん、9位メオコーチョさん、8位トンさん、7位炭酸せんべいさん、6位リョウチさん、5位20世紀ともちゃんさん、4位間違えました、すいませんね、本当に。4位かたまつりさん、3位マッツーさん、ありがとう。2位はくまねパパさん、ありがとう。そして1位はやすめさん、ありがとうです。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。皆さん本日も配信を見に来てくださってありがとうございました。ありがとう、こちらこそありがとう。そうですね、ありがとうございます。ありがとう、もしよかった、ありがとう、こちらこそありがとう。今日も一日お疲れ様でした。明日も一日頑張りましょう。それじゃあおやすみ、バイバイ、おやすみね、しっかり寝ます、今日も今日とて。おやすみ、バイバイ、ありがとう。